無理だと思うよ。嗅いでる。おおー、吸ってる。すごい味もってすごい面白い。すげえハマってんね。言ってんのそんな面白い。向こうは結構大変な思いしてんだよ本当に食べたくて。だから一人一人を掘り下げるし、ここの場所も要はもっとキュッとして、みんなどんどんこう喋ったりとかしてもらって、あんまりあいつダメだなって言ったらすぐ帰る。これだろ。しかもしまいに板を間違えて吸ってたんですよ。これダメなんですよ。ジェルネイル禁止なんですよ。あ、そうなんですよ。そんな決まりあんの？乃木坂ネイル禁止なので、ナチュラルなやつは大丈夫。ああ、そう。俺でも週末にはね、ネイルする。日村さんとお姉やん。週末だけ。おっもうないからね。もう取っちゃってっから今さ。ビロ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 走るよ。おしゃれ。おしゃれ。それの白がこれになるんですけど。設楽派それとも日村派。日村さん派です。おお。さあ、珍しいってなんだよ。なんか一人で歌いながら歩いてるところを見たって聞いて、二期生に見られてるとは思いませんでした。自分の中でやっぱやってないやらないように気をつけてたの、二期生がいるからとか。なんか自然にそういうセーブをしてたりはしたんですけど、あ、なんか声枯れてきちゃった。神様が絞ってたの。歌いすぎて。ああ、溜まってきた、やったって思ってしてます。溜まってくのを見るのがすごい楽しいんですよ。何が楽しいんだろう、ね、やったことないからその楽しさが分かんないけど、じゃあやってみてください。それしかないですよね。分かんないですよ、まあ、何を学びに来たんでしたっけ。でもここに書いてあるとリアクションです。ですよね、はい、これね、もう登場仕方間違ってます。もうリアクション入ってるんですか。もう例えば、こうしましょう、はい、それでは今回のゲスト、狩野英孝さんです。どうもよろしくお願いします。おお、ちょっと何このここ。もう出過ぎだよ、ちょっと。こういうね。宇宙人ってどういうこと。あのグレーってあの目がでっけえ、あれ、あれだよね、目が大きい、あれみたいになるってこと。あ、まあでも確かに頭でかくてこう体が本当だ。あれ違っちゃう。宇宙人って可愛いんですか。可愛い。頭でかくて体ちっちゃくて。頭でかいのがまず可愛くない。可愛い。赤ちゃんだってみんな頭でかいんだから。赤ちゃんじゃない。赤ちゃんじゃないの。赤ちゃんではないよ。みんなだって宇宙人なんだよ。人です。宇宙人側から見たらどうする。こういう話する。本気で怒りました。え、それは本人に、はい、どうして、なんで。あらかじめそのレッスン着シューズ持ってきてねって言われてたのに、一人だけめっちゃなんか短くて。その前で超怖いわ今。どれだけ全然知らないおじさんでもお化け屋敷そのおじさんがいれば大丈夫ってことね。まあ一人よりかは、いやいや全然知らないおじさんがお化け屋敷からもうこれお化けなんでほぼ。どうやってたらもう結構怖いぜ、知らないおじさん。普段見たらもう、あの俺の写真で笑っちゃったなってじゃん。あれ分かりづらくない。あの俺だとさ、かけなくったって笑ってんじゃないかと思うのよ。佐野さんでやった方がいいのよ絶対。いやそんなことない。じゃあこれだって今かかってないもんね、催眠に。はい、いくよ。変な顔したでしょ。してないよ。変な顔したら笑う。してないよ。食い物関係で何かある。斎藤なんか知ってる。何なんだよそれ。前これ腹減るわこいつ。こんなことやったら。そしたらすげえ。いいなとこやんの。結構しっかりやる。あ、やんの。ちゃんとやんの。やります。ちょっとビームください。ビームいきますよ。七ターンビーム。どうした。風邪ひいちゃって、うん、あ、スピードワゴンの小沢の真似してなかった。痛まない、痛まない。大便が悪くて。大便、大便。
どんな大御所でもあるよね、歌忘れちゃったとかさ、うんうん、それはもう全然あるし、意外と堂々としてんだよね。みんなそうだね。そう、うんうん、忘れちゃったっていう人とかもいるしね。いるし、いるし、忘れちゃったよ。誰か桑田佳祐さん、そんなことあった？乃木坂ってこう先輩がいないので、うん、私たち本当にこうやだやだやだ、喋り出したら虫来ちゃった触りたいですね。触らせたい、触りたい。仲いい子にはこうなんかね、うん、コミュニケーションとして。もうさ、酒飲んでさ、触ってさ、おじさんじゃん。ほらおじさんだよ。江藤のイメージが全然変わった。全然違う。本当ですか？うん、どんなイメージ？エロ女。あの下にいるのはやっぱり仲間的な人っていう。じゃあ上から見下してるんですか、まあ、仲間。下に見て。いや、心理で出ちゃってる。心理だから。そう、人相心理だから。見下さないで。見下さないで。すみません、お願いします。お願いします。秋元。高いもん。高いもん。すげえ喜んで、ちょっと待って、ちょっと待って、嫌なやつって喜んでるやつ、嫌なやつじゃない。握手会とかで、俺はって言われるよ。家康連発しとけば。家康連発するな、家康嫌だ、ダメに出ちゃうみたいな。なんかね、俺そういう人だったみたいな。ちょっとやってやってよ。すいません、俺を歴史の中人物にちょっと例えてください。家康。家康、はい、それってテレビでなんか言ってた。適当に言ってなかった。大丈夫、普通の男の人、アキラ様ほどこう漫画みたいじゃないけど、ね、大丈夫かな。違うぜ。だから、この人が標準ね。そう。標準じゃねえわ。みんなよく知らないだろうけど、世間の男、これ標準だ。違うって。自分で言いたかねえけど、かなり下の方にいるんだよ。言わすなや。自分で言わすなや。観覧車乗って、ボート乗ってね。やってみたかったんですよ。よっ、うん、よ太鼓持ち、変なタイミングでよっていう。二十、ね、歳になったら今度ほら、うん、お酒とかも飲めるデートとかも加わってきますよね。二十歳になったらシャンパン開けようねって言ってくれたんでしたっけ。よっ、この下手くそ太鼓持ち。シャンパンにイチゴ入れるんですって。いいじゃないですか。最高、いいよ。日村さんはどんなデートをするんですか。日村さんベランダで救急車。大阪は1000円です。1000円、2000円か、2000円、3000円、3000円。なんでやねん。だから今日なんでやねん。 Welcome to Japan to visit Tokyo and Gala Yusa Hour. Gala Hour? Yes. 河村真宏が自己紹介で。河村真宏って日村さんが得意なの。あのな、うちな、ロッティの感じ分かりますか？こんな感じですよ。ああいうこと、こういうこと。ロッティの。いや、やって。みなさん、こんにちは。どうも、ロッティです。違う。なんかすごい、もうなんか、みなさん、こんにちは。どうも、ロッティです。全然違う。ロッティです。みのちゃんあやみです。なって。木村さん、農場できる。もっと低い感じよ。もっと低いです。のじゃあみです。それは違う。それ、野上です。いやいや、それ瀬川はすぐ言うから、すぐ返して。やってみよう、すぐだよ。俺、違う名前言うからね。言うよ。俺の名前、ひろしです。ひろしマン。そしたらそいつの。でもいいんだって。それでも、そいつは、ひろしのがいいよって言われるよりは、ひろしマンだ、俺は。結構みんな何だかんだでできる。高山ちょっとやってみて。いきます。ちょっと待って。あれ？農場とかはできる？農場できそうだな。農場多分。お前が何だよ。お前長居するとまた怪しまれるから。まあ一箇所最大で2分ぐらいだよね。
なんか怪しい人がいるんだけどって言って誰かを呼んでくるまでが大体2分だから。この裸で過ごすってどう？いやここはポイントよ。おはようございますと起きた時からがもう裸で。それは多分ないわ。行く時は来てるわ。ないわね。ってことはどこからが裸でどこで終わってくのかが鍛えるの。温泉入って。入った。まだ裸だよね。寝ました。そこ裸だよね。そうだね。温泉だから。あの脱いで着て脱いで着てを繰り返してます。そういうことか。でかそういうことです。お客さんのみんな何一日でできるっていうか。見てみろよって感じ。使ったことないところを使ったり、うんうん、体で覚えていくしかないので、うん、全然できなくて。でちょっとブチ切れてやってみろよみたいな。じゃあやってみろよ。ちょっとイラッとしたよねあれね。言うよねスタッフってから軽くな。できるできるできるとかさ、可愛いんだから大丈夫とか。うるせえっつんだよな。可愛い。がさ完全にさ Y と A が見えるんだよね。ユダ。ゆやかだ。ゆやか。